谷がぶっ壊れた理由が、大谷はマリナーズ戦に2番投手、指名打者でフル出場、マウンドに上がり、4奪三振の好投を見せながら、右手中指の痙攣で緊急降板した。降板後に40号を放って、鉄人ぶりを見せたが、3度目の痙攣というアクシデントを得て、大谷は、1番は疲労じゃないかなとは思いますねと答えた。大谷さんにとって、普通に二刀流をこなしているけれど、いつの間にか体は悲鳴を上げていたんですね。WBC からやってるし、体は多分ボロボロだと思う。故障のリスクがかなり高いが、大谷本人が出続けたいんだな。全部出たいと目標を持つのは大変いいことだと思うけど、本気でポストシーズン狙うなら今休むべき。トレードや FA の話と同様、休め休めというのは大谷にとってもはや雑音でしかないのが辛い。チーム状況を考えたら休める状態じゃないのだな。コンディション的には疲労も現れているというジレンマ。またもや腕や指の痙攣ってやっぱり蓄積疲労なんだろう。ここまで体を酷使して頑張っても報われないって本当に虚しいだろうな。大谷一人で野球をやってるチームがメジャーにあるらしいとは聞いてたが、本当にあった。クローザーとして2点差なんだから、四球でランナーを出すのだけは、やってはいけないシチュエーション。それが連続四球ってどうなってるんだ。そしてランナーを貯めてから、ホームランを打たれる。おっしゃる通り、芸術点の高いなおへの極み。大谷の気迫に溢れた2投からの鮮やかな逆転と40号ホームランで最高潮に盛り上がったゲームだったのに、大谷が満身創痍の中、投げて、走って、打っての全力で奮闘してただけに虚しさしかない。大谷さん、休んでいいよ。いや、休んでください。なあ大谷、本当に残留するのか？このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。